皆さんお疲れ様です。今日はね、冷蔵庫がもう20年選手で、冷えなくて困ってます。で、パッキンもねもう20年経つとないということで、今テープで留めてるんですけど、こういうのを見つけまして、これはねどこのかな、リッチェルさんのやつで、簡単にまあ、これを手二人のところつけて、こうしてこうじゃ取れないんですよね。押してもこうしてこう前に出すと取れるっていうやつをね買ってみました。で上手にねできるつけてみてどんなになるか。これじゃあね見た目悪いのでちょっとね、やってみようと。で押さえとって、こう止めてね、綺麗になるかなと思うんですけど、こんな感じかな。ちょうどここのところに止めていこうと。この辺かな。で、こんな感じで止めたらどうかなと思って買ってみました。でこちらの方にも接着が出していいかな、ね、これじゃあね見た目が悪いですもんね。これを外してですね、これをつけてみようと。こうしてこんな感じでつけて、もうちょっと先の、いや、いいかな。で両方こう止めといて開けると、あ、冷えてないね。で、お、閉まるカチャッと閉まる。で、これでは開けないんで、これで両方で開けると。お、いいんじゃないですかね。ロックを解除で、これを多分忘れるだろうから、ロック解除の方法を忘れるだろうから、これをここに貼っとこうか、ね、多分私以外の人間が来たらね多分忘れると思うんですよね。嫁さんとか開けた時にどうだったっけとかなるので、まあ解除のやつを、透明のやつ持ってくればよかったんだけど、これをこう貼っとけばね忘れないだろうから、まあちょっと普段使う冷蔵庫じゃないんでこれでいいかなと。以上ね、こういうロック解除、今お見せしたんだけど、まあ、これで両方で開けてカチャッと、あ、入ってる、うん、これで開かない。でかなり閉まってるからいいかなと思うんですけどね。ありがとうございました。